大村松次郎、大村松次郎、大村松次,次郎、文政7年5月3日、1824年5月30日、明治2年11月5日、1869年12月7日は、幕末期の長州藩の医師、西洋学者、兵学者、維新の実決の一人に数えられる。長州政党と母親戦争で長州藩兵を指揮し、 勝利の立役者となった。大乗官制において、軍務を統括した、兵部省における初代の大助、次官を務め、事実上の日本陸軍の創始者、あるいは陸軍建設の祖とみなされることも多い。靖国神社の参道中央に像がある理由も、このためであるとされる。元の名字は村田、陽名は宗太郎、通称は、蔵六、両安または助安、スケ 後にまっすじろう。後は両両、両安、両安、両安。イミ名は長年。異カは、増樹二位。家紋は丸木京。郷。須王国吉次期、郡須仙寺村あざ、大村、元、山口県山口市須仙寺に、尊医の村田港益と、妻、梅の長男として生まれる。天保十三年、1842年、豊富で。 シーボルトの弟子の梅田雄斎に医学や蘭学を学び、翌年4月梅田の勧めで文語国日田に向かい、4月7日、広瀬丹僧の私塾管義園に入る。1844年6月まで完璧、三述、修字など学ぶ。同年、帰郷して梅田門下に復帰後、校歌3年、1846年、大阪に出て、小形古安の敵塾で学ぶ。 敵塾在籍の間に、長崎の奥山静宿のもとで一年間留学し、その後帰藩、敵塾の塾島まで進む。海江三年、1850年、父親に壊れて帰郷し、四つ辻で開業して、尊医となって、村田良安と名乗る。翌年、林村の農家、高木半兵衛の娘、コとコと結婚した。海江六年、1853年、 アメリカ合衆国のペリー提督率いる黒船が来航するなど蘭学者の知識が求められる時代となり、マス次郎ジローは伊予・宇和島藩の要請で出資する。ただし、宇和島藩関係者の証言では、マスジローはシーボルと門人で巧妙な蘭学者の二宮み啓作を訪ねるのが目的で、宇和島に来たのであり、藩側から要請したものでないという。 宇和島に到着した増次郎は、二宮や、藩の古文閣であった。創津後森源や高野長英門下で蘭学の造形の、深い藩士、王の昭三郎らと知り合い、一級の蘭学者として、藩主に推挙される。この時、藩主、伊達宗成は参勤交代で、不在、家老も、京都へ出張中であった。宇和島藩の役人たちは、増次郎の待遇を二人淵、 年給重量という低い六高に決めた。しかし、この後帰ってきた過労は役人たちを叱責し、百石取りの上司格を雇い改めた。役人たちにしてみれば、高退グルの約束といった事情も説明せず、汚い身なりで現れたマスジローに対して、むしろ親切心を持ってした退グルであったらしい。マスジローは、宇和島藩で、西洋兵学、蘭学の講義と翻訳を手掛け、 宇和島城北部に、川崎放題を築く。安政元年、1854年から翌安政2年、1855年には、長崎へ赴いて、軍艦製造の研究を行った。長崎へは、二宮慶作が同行し、慶作から、シーボルトの娘で、参加修行をしていた、楠本稲を紹介され、弾学を教える。稲は、後年、増ス郎が襲撃された後、 第ボードウィンの治療方針の下で大村を看護し、最後を見取っている。上島では長陳屋の吉蔵、後の前原匠山と共に、洋式軍艦のひな型を製造する。ただし、わずかな差で国産初ではない、国産第一号は、薩摩藩と言われている。増次郎は、この謙虚で、身分の低いほとんど無学の職人、吉蔵の才能に驚かされたという。この頃、 村田増六、増六は、亀の意と解明する。安政三年、1856年4月、藩主、宗成の参勤に従って、江戸に出る。同年11月1日、私塾、旧居堂工事町に改塾して、蘭学、閉学、医学を教える、塾頭は、大田静馬。同16日、宇和島藩親雇いの身分のまま幕府の番所調べ書。 教授方手伝いとなり、外交文書、要書翻訳のほか閉学講義、オランダ語講義などを行い、月米20人淵、年給20両を支給される。安政4年、1857年11月11日、築地の幕府の公部書教授となり、最新の閉学書の翻訳と講義を行った。その内容の素晴らしさは、同僚の原田隆史作が、当時公部書における、 平書翻訳のごときは、先生、増次郎のことの参られてから、にわかに面目を一新した次第で、新規博来の原書の何文も、先生の前に行けば、いつも、容易に解釈せられと記しているように、当時では最高水準のもので、安政五年、1858年幕府より、銀十五枚の報奨を受けた。同年三月十九日には、長州藩上屋敷において開催された。 蘭書解読会に参加し、閉学書の講義を行うが、この時、桂小五郎、を、後の木戸高義と知り合う。これを機に、万永元年、1860年、長州藩の養成により江戸在住のまま同藩主となり、淵は、年米25票を支給される。塾の場所も、麻布の長州藩中屋敷に移る。文久元年、1861年正月、一時、 規範する。西洋兵学研究所だった、白修道の学習カリキュラムの改定に従事すると、共に、下関周辺の解剖調査も行う。同年4月、江戸へ一旦帰り、文久2年、1862年、幕府から委託されて、英語、数学を教えていたヘボンの下で学んだ。江戸滞在時には、三國玄保大月春斎、桂川補修、福沢諭吉、 大鳥圭介といった蘭学者、洋学者や旧友とも付き合いがあった。文久三年、1863年10月、萩へ帰国する。24日、手当防御事務用係に任命。翌元次元年、1864年2月24日、兵学校教授役となり、藩の山口メ林館での西洋兵学の講義を行い、5月10日からは、 鉄班御用取り調べ方として、製鉄所建設に取りかかるなど、班内に充満せる上位の動きに合わせるかのように、軍備関係の仕事に邁進する。一方では、語学力を買われ、8月14日には、四国艦隊下関砲撃事件の後始末のため、外人応接係に任命され、下関に出張している。26日の外国艦隊退去後、29日に、 政務座役事務係として、軍事関係に復帰、明輪館廃止後の12月9日、白修道、洋係兼赤間関応接係に任命される。長州藩では、その風貌から、ひふきだるまのあだ名を付けられた。このあだ名は、鈴府正之助が付けたとも、高杉晋作が付けたとも言われている。長州藩では、源氏元年、1864年の第一、 自徴修正罰の結果、幕府へ強順し、保守派が政権を握ったが、慶応元年、1865年、高杉晋作らが、馬漢で拒兵して保守派を打倒、反論を倒幕でまとめた。同年、増次郎は、藩の軍艦人術丸売却のため、秘密裏に、上海へ渡っている。この公式文書は残されておらず、わずかに残された。 増次郎本人のメモしか知ることができないため際は不明のままである。福沢諭吉は自伝、福王自伝で1863年の江戸における小形公安の艶の席での出来事として、と、長州藩士に成り立ての増次郎が過激な上位論を吐いたことに驚きと解釈している。増次郎自身が、 上位について言及した記録が他には見当たらないので、真相は不明であるが、諭吉と増次郎は元来そりが合わず、長州藩を上位の強人扱いする福沢の物言いに立腹して、走ったのではないかという説もある。新作らは、西洋式平成を採用した、騎兵隊の創設をはじめとする、軍政改革に着手、増次郎に、その指導を要請する。桂小五心を、 木戸高義の聖居により、増次郎は、馬回り役普段百石取りの上司となり、判明により、大村増次郎英里氏と改名する。大村は、故郷の寺から、増次郎は、父親の公益の一時をそれぞれ取っている。この頃、増次郎は、精力的に名林館や、宿舎の不問字で、西洋経学を教授したが、特に増次郎の私塾であった、不問字は、 不文寺塾や三平塾と呼ばれた。ここでマスジローは、オランダの兵学者、クノープの西洋兵術書を翻訳した、陛下、スチ戦闘実問を、観光、さらにそれを現状に即し、実践に役立つようわかりやすく、書き改めたテキストを作成し、その教え方も無駄がなく的確であったという。慶応2年、1866年、幕府は、第二次長州聖罰を号令。 壮然とした中、明輪館が再開される。桂小五郎は、同年5月に、藩の指導権を握り、増次郎、新作、伊藤博文、井上文太、後井上薫らと倒幕による日本の近代化を図り、幕府との全面戦争への体制固めを行っていた。すでに3月13日、増次郎は、兵学校御用係兼を手当、て、御用係として、明輪館で、 平学教授を始めいたが5月には近代軍建設の責任者となり、売る5月6日に大組、ご府代に昇格、百国を支給され明日ともに藩士となる。増次郎は、桂ツの意見を参考に、四方からの攻撃に備えるには、従来の武士だけでなく、農民、町人階級から組織される市民軍の組織体系確立が急務であり、藩はその給与を負担し、 合わせて、兵士として、基本的訓練を結構しなければならぬと述べ、有志により結成されていた所帯を整理統合して、藩の統制下に組み入れ、5月22日には1600人の、満16歳から25歳までの脳症階級の兵士を再編した。さらに、旧来の藩士らの再編を断行し、国高に合わせた隊にまとめ上げて、重卒なしに単独で行動できるようにして、 効率の良い,い機動性を持たせた軍を作る傍ら、タイの指揮官を不問塾に集めて、戦術を徹底的に教えた。さらに、5月26日、青木軍兵を長崎に派遣して、最新のライフル銃であるミニエージュを購入させようと、すが、これは幕府の横槍で不調に終わり、7月に、桂が伊藤と井上を、長崎のイギリス商人グラバーと交渉して、 同盟関係にあった薩摩藩の協力もあって、ミニエージュ4300丁、ゲベール1 3 0 0 0丁を購入する。6月に戦闘が開始された。マスジローは、石州口方面の実戦式を担当する。その戦術は、最新の武器と巧妙な傭兵術に加え、無駄な攻撃を避け、相手の自滅を誘ってから攻撃を加えるという合理的なものを、 旧体依然とした戦術に囚われた幕府側をことごとく撃破するなど、増次郎の軍事的才能がいかんなく発揮されたものであった。6月16日、増次郎は中立的立場を取った津和野藩を通過して浜田まで撃破する。7月18日に浜田城を陥落させ、後、岩見銀山を占領した。この時、炎上する城を見て部下が、 出雲藩の救援を心配したが、松次郎は赤老氏の内入りの孤児を引き合いにして、決して雲その他からむやみに応援に来るものではない。それでは事情が許さない。と、論理的に戦況を分析して断言し、皆を安心させた。長州藩の窮地で蘭学者の青木修介は松次郎を表して、その最地、鬼のごとしと語ったという。 他の戦線でも長州藩は優勢に戦いを進め、事実上の勝利のもとに停戦した。増ス郎は政党終了後、山口に帰還12月12日海軍用係を兼務する。海軍頭取、前原彦太郎、後の前原一世を補佐した。翌年には軍の編成外を行うなど、その多忙さは変わることがなかった。慶応3年。 1867年、倒幕と王政復興を目指し西郷隆盛、大久保利道ら薩摩藩側から、長州藩に働きかけが行われた。藩内では倒幕会中に分立したが、増次郎は、金門の変や下関戦争の失敗から、薩摩の動きには用心すべきでもあり、今一度力を蓄え十分に戦略を立てた後、兵を動かすべきと慎重論を唱えた。だが、 9月に大久保が長州に来て、倒幕を説得したことで藩内の世論は、出兵論に傾く。10月27日、増次郎は、係助役に左遷され、出兵の実務に携わるが、ああいう勢いになると、十路、茂る、そろばんも何もいるものじゃない。実に、自分は、俗論家であった。と自局を見抜けない無知を反省する弁を残している。 徳川義信による大政奉還後の明治元年、1868年1月14日、芝、伏見の戦いを受け、毛利博厚が経営、進撃、17日に増次郎は随行する形で、幼女翻訳軍無仙人となる。22日に山口を立ち、2月3日に大阪、7日に京都に到着する。その際、新政府軍、 官軍の江戸攻撃案を作成したとみられる。2月22日、王政復古により成立した、明治新政府の軍防事務局判自家生徒で、阿蘇となる。増次郎は、ケ伏見の兵学寮で各班から差し出された兵を、御所警備の御神兵として訓練し、近代国軍の基礎作りを開始する。翌3月、明治天皇行行に際して、大阪へ行き、26日の天保山での、 海軍越兵と4月6日の大阪城内での陸軍、朝連関越式を指揮する。4月には、西郷と、かつ海舟による江戸城明けはしとなるも、旧幕府方の残党が、東日本各地に勢力を張り反抗を続けており、情勢は依然として流動的であった。この頃、松次郎は、岩倉智美宛の所管で、関東の旧幕軍の不穏な動きへの懸念、 速やかな鎮圧の必要と策を述べており、その意見を受け入れる形で増次郎は、有栖川の宮党政大総督府補佐として、江戸下校を命じられた。21日には、回路で、江戸に到着、軍務官判事、江戸府判事を兼任する。この頃江戸は、天野八郎ら旧幕府残党による、将棋隊、約3000名が、上野藩営陣に構え不穏な動きを示したが、 西郷や勝海舟らもこれを抑えきれず、江戸中心部は半ば無法地帯と化していた。新政府は、松次郎の手腕を生かして、混乱を収めようとしたのである。果たして松次郎は、制御不能となっていた、大層特府の組織を再編成すべく、目黒の火薬庫を処分し、兵器調達のために、江戸城内の宝物を売却、欧州討伐の増援部隊派遣の段取りを図るなど、 八つ早に手を打っていった。さらに五月外国官判事、大隈重信の意見を受け、幕府が注文した軍艦ストーンウォール購入費用二十五万両を討伐費に充てている。また五月一日には、江戸市中の治安維持の権限を価値から移譲され、同日には、江戸府知事兼人となり、いよいよ市中の全警察権を収めた。こうして、を持たした松次郎は、討伐軍を指揮し、 5月15日、わずか1日でこれを鎮圧する。この上野戦争の軍事で、薩摩の海江田信義と対立、西郷が仲介に入る場面があった。この席上で、増次郎が発した、君は戦を知らぬの一言に、海江田信義が尋常ではない怒りを見せたこと等が、海江田による、大村暗殺官予説の根拠となっている。佐賀藩出身で軍艦の江藤新平は自藩への、 手紙で、誠にもって天運なり、大武力を立て遊ばされこうらえば、これよりはご号令も、先々、愛行われ申すべくと存じ立て祭りまかりありこう。最後の単力、大村増次郎の戦略、老練、関心に対え固く、雑魚を述べているように、この戦闘はそれまで世間には無名であった、大村増次郎の名を広く、世間に知らしめるものであった。同年六月四日、 人大夫の民政会計をも兼任し、14位となる。関東北部での旧幕府残党勢力を鎮圧する。一方で、江戸から事実上の新政府軍総司令官として、指揮を行った。ここでは、前線から矢のように来る、応援部隊や武器補充の特則を、マスジロー独自の合理的な計算から判断し、場合によっては却下することもあった。また、 白川方面の作戦をめぐってマスジロは西郷と対立し、以降マスジロ単独での作戦指導が行われた。戦争は官軍に優位のまま続き、10月2日に軍港としてマスジロは朝廷から300両を与えられる。同日の妻、ことへの手紙に店長より見た治療として金300両下したまわり候。そのまま父上へおあげなさるべくこう。 年寄りは何時死するも計りがたく交換、命ある間に早々をお使わしなさるべくこうと記るし、父来の配慮を示している。明治二年、1869年、函館五稜閣で、榎本武明の最後の旧幕府残党軍も、幸福死母親戦争は、終結、明日ともに、明治維新が確立し、新しい明治時代が開かれた。明治二年、 1869年6月2日、母親戦争での功績により、永世六千五百国を賜り、木戸高義、桂心を、大久保利道と並び、新政府の幹部となった。10月24日、軍務官副知事に就任、増次郎は、軍政改革の中心を担い、明治2年、1869年6月には、政府の平成会議で、大久保らと、 旧政党軍の処理と中央軍隊の建設方法について論争を展開している。平成会議は6月21日から25日にかけて開催された。そこで、反兵に依拠しない形での政府直属軍隊の創設を図るマスジローラーと、鹿児島、薩摩、山口、長州、高知、土佐反兵を主体にした中央隊を編成しようとする大久保との間で、 激論が戦わされた。マスジロは、諸藩の廃止、廃刀令の実施、徴兵令の制定、人代の設置、兵学校設置による職業軍人の育成など、後に実施される日本軍建設の青写真を描いていた。そのための第一段階として3年間のうちに、現在の藩兵をもとにする軍の基礎づくり、第二段階として大阪に軍の基地、 兵学校や武器工場を置いて、ハード面での組織づくりを行った後、徴兵、賃貸性を置くという考えであった。大阪に着眼したのは、当時、東北の動向を心配する関係者に対して、増次郎が、王は、今10年や20年頭を挙げる気遣いはない。今後注意すべきは西である。と答えたように、西郷らを中心とする薩摩藩の動向が気になっていたためと言われ、 すでに西南戦争を予想していたのである。だが、国民開閉を目標とするマ次郎の建設的な意見は、周囲の理解を得られなかった。大久保は、母親戦争による士族の抵抗力を熟知していたため、かえって士族の反発を招くと考え、岩倉ともみらは、農民の武装はそのまま一気につながるとして慎重な態度をとっていたのである。この平成論争中、 6月21日段階での争点は京都に駐留していた三半の各藩兵の取り扱いをめぐってのものであった。マスジローを支持する木戸も論争に加わり援護意見を述べたが、23日に大久保の主張に沿った形で京都中流の三藩兵がお召しとして投下することが決定され、この問題については大久保派の勝利に終わった。また23日の会議では、 先の陸軍編成法の立案者であり、大久保の右腕とも言える吉井智美も議論に加わり、今後の兵卒素材についての議論も始まった。ここでも、大久保、吉井らの主張する反平論と、増次郎や木戸が主張する農兵論、一般徴兵論が激しく衝突し、議論は翌日も続いた。しかし会議の結果、平成問題は後日改めて議論することとされ、 マスジローの県軍プランの事実上の凍結が決定され、この日25日まで続く平成論争がほぼ決着した。マスジローの県軍構想はこの会議の結果、ことごとく知り添けられることとなった。さらに25日には大久保がマスジローの更迭を主張し始めている。不満やる方ないマスジローは、ほどなく辞表を提出したが、当時の政府内には、 軍事に関して、マスジローに代わるべき人物はなかった。そのため、木ども二冠八将への完成改革が行われる前日の7月7日に次郎と面会し、マスジローを移留するとともに、改めて指示を約束し、軍務官を廃して新たに設置される兵部省に出資することを求めた。その結果として、翌日マスジローは兵部、大輔今の次官に就任することとなった。 マスジロは、御一心は吸収を出し、釘方を武家の風に活かし、強気にやる様のはずなしりに、またまた京とか、大助とか、愛となえ、自然軟弱に陥り、おいおい武家も釘の方に引きつけられるべしと皮肉を述べている。当時の兵部教、大臣は、仁和寺宮、吉明親王で、名目上だけの存在であった。マスジロは事実上、 近代日本の軍政建設を指導してゆく。増次郎は、母親戦争で参謀として活躍した、門邸である、山田明義を、兵部大進むに推薦し、山田に、歌手官候補の選出を委任した。山田も山口藩書隊からを中心に、約100名を選出し、9月5日からは、京都に設けられた加藤総連署において、歌手官候補の訓練を開始した。また、 マスジローは、明治2年、1869年6月の段階で、大阪に、軍務官の大阪出張所を設置していたが、9月には、同じく、大阪城近くに、兵部省の兵学寮を設け、フランス人教官を招いて、フランス軍をモデル取る新しい軍の建設を始めた。この他京都宇治に、火薬製造省、また大阪に、造兵省、 大阪法兵交渉を建設することも決定された。このようにマスジローが県軍の中核を東京から関西へと移転させたことについては大阪がほぼ日本の中心に位置しており国内の事変に対応しやすいという地理上の理由の他に自身の軍政改革に対する大久保派の妨害から脱するという政治的思惑によるものも大きかった。その他、マスジローが 東北平定後の西南夕飯の動向を警戒し、その備えとして大阪を重視したとの証言もある。このように着々と規制事実を構築していた明治2年1869年、マスジローは軍事施設視察と建設予定地の下見のため京阪方面に出張する。京都では壇上大師所長官の加エが遺恨を晴らすため、 新軍建設に不平を抱く士族たちを使って、増次郎を襲う、要先導する、などの風説が流れるなど不穏な情勢となっていた。木戸高吉らは、テロの危険性を憂慮し反対したが、増次郎はそれを振り切って、中扇動から京へ向かう。増次郎は、同年8月13日に京につき、不見連兵場の検閲。 宇治の弾薬庫予定地見分を済ませ20日に下半する。大阪では、大阪城内の軍事施設視察、続いて、天保山の海軍基地を見分することとなった。9月3日、京へ帰るも翌四4日、夕国、増次郎は、京都三条木屋町上がるの旅館で、長州藩大隊司令の聖魔彦太郎、増次郎の旧居動時代の教え子で、 伏見平学寮教師の足達幸之助らと会食中、元長州藩士の段慎次郎、同じく熊代直虎八人の死角に襲われる。聖官と足達は死亡、増次郎も重傷を負った。その時の傷は全額、左米髪、腕、右指、右肘、そして右膝関節に負ったのであるが、中んずく右膝の傷が動脈から骨に達するほど深手で,であった。 京都が所持していた残寒場では、マスジ次郎襲撃の理由が平成を中心とした、急進的な変革に対する強い反感にあったことが、示されている。マスジ次郎は一命を取り留めたが、重症で7日に、山口判定へ移送され、数日間の治療を受けた後、傷口から菌が入り、敗血症となる。9月20日ボードウィン、小形コレヨシラの治療を受け、大阪の病院、 後の国立大阪病院に定員と決まる。10月1日、マスジローは、加藤総連諸生徒、寺内正武後陸軍大将、総理大臣、小玉健太郎、後陸軍大将らによって、担架で運ばれ、高瀬川の船着き場から伏見で一泊の後、10月2日に、天満発見屋に到着、そのまま鈴木町大阪仮病院に入院する。 ここで、楠本稲やその娘のアコーラの看護を受けるが、病状は好転せず、ラニー暴動員による左大腿部切断手術を受ける、異なる。だが、手術のための直挙を得ることで、東京都の調整に手間取り、切断の儀は、暫時も、機械遅れ校、当時の兵部省宛ての報告文とあるように手遅れとなっていた。果たして10月27日手術を受けるも、 翌十一月一日に、敗血症による高熱を発して容体が悪化し五日の夜に死去した。去年四十六、臨終の際、最国から敵が来るから四金砲をたくさんにこしらえろ。今その計画はしてあるが、人に知らさぬようにと、船越守るに工事を託した後、切断した私の足は、尾形コ安先生の墓の傍らに埋めておう。と遺言していた。 マスジロの死去の法を受けた喜戸は、大村ついに過ぎる5日夜七時絶命の良し、実に痛感残意、悲しみ極まりて涙くだらず、傍然気を失うごとし、11月12日の日記、実に実に痛感すべきは、大村沖縄の幸、兵部省もこの先遺憾と反念いたし、こう、牧村正直宛の12月3日付の書と、その無念さを述べている。11月13日、 十三味を贈意し、金三百両を賜る戦時が下された。意外は妻、琴と子によって郷里にもたらされ、十一月二十日に葬儀が営まれた。墓所は山口出船時にあり、安国神社にも合祀されている。明治二十一年、千八,八八年に、孫、養子の着男の大村博人は、増次郎の孔により、死者を、受者、家族に劣せられた。 増次郎の軍政構想は、山田昭義、船越守、蘇我助則、原田一郎、大島貞からによってまとめられ、同年十一月十八日には、兵部所有、小賀の道常と山田の連署で、兵部省軍部の対抗として、大上官に提出されいる。増次郎の農兵論は、山田らによって、明治四年、1871年に、徴兵規則、 カノトヒツジ長兵の施行によって、実行に移されるも、同規則も、同年内には事実上廃棄されている。その後、兵部省、後陸軍省内の主導権が山田から山形、ありともに移った後、明治六年、1873年に国民改兵を謳った長兵令が制定されることとなる。日付イコール明治四年までは、旧暦参考。 大村松次郎先生電気勘公会、大村松次郎松の書店1999年。関係者の証言では、松次郎の要望は、人となり、タンクはじむ面、小柄で色黒にして、おうと、工学、長眼、大耳、微量高く、相馬優告、曲げを頭頂に抱き、常に、祖父藩袴をまとい、水戸藩士、鈴木大ある、江戸アルぞキヨスソうネによって描かれた、 肖像画があるが、死後に関係者の証言や意見をもとに描いたものである。マスジロを写した写真は発見されていない。学術書、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。